平野紫耀と横浜流れ星のインスタライブコラボ、ファンの心をつかんだデート誘い。こんにちは、皆さん。今回は、日本のエンターテイメント界で話題となった驚きの瞬間についてお伝えします。平野紫耀と横浜流れ星が、自身のインスタグラムで行ったインスタライブでコラボし、ファンたちを魅了しました。 さらに、そのライブ中に行われたデートの誘いについてもお話しします。5月に、キングプリンスを脱退した平野潮は、ファンの間で多くの興奮を巻き起こしました。そして、彼は30日、自身のインスタグラムでライブ配信を行いました。このライブは午後8時30分からスタートし、同時視聴者数が驚異の44番人を超えると、ファンたちは、 東京ドーム何回分疑問符と京嘆の声を上げました。平野の魅力は変わらず、彼のインスタライブは大成功となりました。さて、ライブ配信では、俳優の横浜流れ星がサプライズゲストとして登場し、視聴者数はさらに上昇し、最終的には驚異の52番人を記録しました。しかし、 これだけでなく、横浜流れ星からの一言がファンたちを興奮させました。横浜流れ星は平野に向かって、ご飯でも行こうよ、とデートに誘いかけました。その瞬間、ライブ視聴者たちは大興奮し、平野も、行こう、行こう、と大喜びで返答しました。この予期せぬ展開に、ファンたちは大いに感動しました。しかし、注目すべきは、 このライブ配信中にジャニーズ事務所に関することは一切触れられなかったことです。平野市要は7月から元キングプリンスの神宮寺雄太と共に昨年10月にジャニーズ事務所を退社した元副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新会社、戸辺に所属しています。この遺跡についての詳細や背後にあるストーリーについてはライブでは触れられなかったため ファンたちはさらなる情報を待ち望んでいます。結論。平野市耀と横浜流れ星のインスタライブコラボはファンにとって忘れられない瞬間となりました。彼らの素直な交流とデートの誘いはファンたちにとって夢のような瞬間であり、これからも注目が集まることでしょう。また、 平野の所属事務所遺跡については謎が多いままですが、ファンたちは今後の展開に期待を寄せています。これからも平野市用と横浜流れ星の活動に注目し、彼らの素敵な瞬間を楽しんでいきましょう。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。 平野紫耀と横浜流れ星のファンの方々にとって、このインスタライブコラボは特別な瞬間であったことでしょう。今後も彼らの活動に注目して、素晴らしい瞬間を共に楽しみましょう。瞬